はい、モビルスーツアンサンブルを回してきました。今回は第 1.5 弾ですね。さて、もうおなじみかと思いますが、関節パーツがランナー化されていて、各部位はブロックごとに袋に入っています。若干の組み立てが発生しますので、組み立てつつ、今回のアイテムに触れたいと思います。はい、第 1.5 弾のラインナップは、MS 武器セット、ザクマーキングプラス、ユニコーンガンダム覚醒、 G ファイター G3 カラー、ガンダム G3 となっています。第1弾のリカラーバージョンということですね。武器セットは今弾のモビルスーツ用のベーシックな武器類に、平手などのハンドパーツ類が付属しています。 G ファイターとガンダムは対になっていて、組み替えて G アーマーなどの再現が可能です。今回はですね、ガンダムとザクがどうしても欲しくて、逆にその2つさえ出れば正直あとはいらないかなと、お財布の事情もあって、今回はコンプは目指さず、必要なものが出たら即、撤収するつもりでした。ただですね、結局は過去を振り返ってもモビルスーツアンサンブルで一番お金を使ってしまいました。ガチャを回しに行く道すがら、ガンダムやザクがちょうどねいい感じにダブって、先日の動画で挑戦しましたが、またリペイントの動画でも、上げられたらなぁと、都合のいい妄想を膨らませていたんですが、まさかね武器セット4個しかも4500円も使って帰ってくるとは想像も、していませんでした。さて、ガンダムですが、ビームライフルがモビルスーツ本体とは別に付属していて、バックパックのビームサーベルに関しては着脱不可となっています。はい、可動ですが首、腰、肩、肘、手首、股間、膝、足首にそれぞれ可動軸があって、適度に動かすことができます。このサイズであるにもかかわらず、ポージングや微妙な表情付けができるということで、クロスシルエットの SD フレームよりもポージングの幅は広いと思います。はい、G ファイターですね。モビルスーツとはまた全く構造が違いますので、一応こちらも組み立てシーンを入れておきます。構造は非常に単純です。ガンダムと組み合わせるためのジョイントパーツも付属しています。G ファイターとガンダムとの組み合わせで複数の形態を再現できます。まずは G アーマーからですが、お互いをある程度バラして組み替えます。ただし問題はシールドが2枚必要ということで、都合ガンダムが2機なければ成立しません。こういう仕様にするのであればね、 G ファイターにシールド1枚ぐらい余分につけておいてくれたら、もしくは最悪武器セットにシールドを入れておいてくれたらと思いますけどね。Gブルは G ファイターからさらにいくつかのパーツを省いて再現が可能です。ただしこちらもシールドが2枚必要になります。ガンダムの足を外して G ファイターの一部と合体をしてガンダムプラス B パーツとなります。こちらはシールドが1枚でも問題がないようです。はい、こちらがザクです。ガンダムとほぼ同じのため組み立てシーンはね割愛します。シールドのマーキングのプリントでグッとクオリティが上がっているように感じます。ザクマシンガンがモビルスーツ本体以外に付属しています。
頭頂部を外して物合いの位置を変更することができます。 MS 武器セットです。内容がハイパーバズーカ、ザクバズーカ、ガトリング ×2、ビームサーベル、ヒートホーク、シュツルムファースト ×2、ハンドパーツ、ジョイントパーツ2種となっています。こちらがハイパーバズーカです。ガンダム用の武器ですね。こちらがザクバズーカです。ザク用の武器ですね。こちらがガトリングです。フルアーマーユニコーンのシールドに、くっついているものだと思います。手で、握ることができます。こちらがビームサーベルです。ガンダムもしくはユニコーン用の武器ですね。もちろん他のモビルスーツにも使えると思います。こちらがヒートホークです。ザク用の武器ですね。こちらがシュツルムファウストです。ザクを含めたジオン系モビルスーツ用だと思います。ハンドパーツは左右の平手と穴の開いていない左右の握り手です。はい、毎度お届けしておりますが、スケール感はご覧の通りとなっています。はい、ということでモビルスーツアンサンブルの 1.5 弾でした。次回のモビルスーツアンサンブルは、第10弾7月発売予定とのことです。ストライクガンダムやユニコーンガンダムのユニコーンモード、ギラズールなどがラインナップ予定とのことです。ちなみに動画内に出てきた背景のビルなどのストラクチャーは、ちょうどウルトラマンの拡張セットを使っております。付け加えておきます。はい、それでは失礼します。どうもありがとうございました。